い、ちょっとつなぎましたけども続きになります。そうなんですよ、私やナミさんがね生まれ育った時代っていうのはみんなで協力して大量生産大量消費を作り出す時代だったと思います。でも物が行き渡ってもうたくさん作んなくてもいいよっていう風になってくるとどういう時代になったかっていうと、まあ、私の言葉で言うとね少数決ってやつです。少ないニーズに対して少ない人数でそれを満たしていこうねみたいなね、隙間産業が当たり前になってきたというか、もう場合によってはね一人のために一人の人がサービスを提供する商品を作るっていう時代になってきたんですよ。まさに生態とかっていうのは1対多数に見えて1対1の連続なんですよね。本当にね昔で言うとテレビや冷蔵庫っていうのはもう1万台10万台ドーンと作って1万人10万人がボーンと買ってっていう流れなんで、この1台が誰の手に渡るかわからないっていう状態で作っていたんですよ。だから全部が同じ商品で特別なものを作らないというね、一律で同じクオリティのもの同じ値段のものっていうのをどんどんセールスしていたと思いますし、だからこそ製品は何とっても同じというそういうふうなね信頼もあったんでしょう。でも今はそうはいきません。100人いたら同じ例えば生態でも100通りの特別扱いをしてだからこそ支持されると思うんですよ。 A さんには A さんのベストサービス、 B さんには B さんに合うサービス、 C さんには C さんなりのサービスということで、その人の体格とか年齢とか背景とか思いとかを組んでその人に最もカスタマイズしたものを一人一人別々のものとしてね提供できる、それがプロフェッショナルなのかなと思います。私も情報発信をする中で情報を受け取る人を1対多数ね、こういった一般公開動画皆さんの平均値でお話はしますけども、その中でもね特に今回響いたわーって人には続編でその人にカスタマイズした続編を提供していくっていうことになりますし、場合によってはそれが速稼塾の入塾になったりとか特別カリキュラムの販売とか購入になるというふうに思うんですよね。まあ、こういうふうにですね今は一人の人が一人の人に対して何かを提供できる時代でもありますし、そういうものしかなくなってくると思うんですよ。で、私たちは提供するときには忘れがちなんですけども、受け取るときって自分一人のために労を尽くしてくれたものを最もありがたいと思うわけですよね。あなたのためにこの一つを作りましたっていうそのマイクオリティですよね。で、それを受け取りたいと思ってるわけなんですよ。まあ、ですんで自分のことだけ見てほしいって思いは世の中もっともっと強くなると思います。まさにね YouTube なんてのは何かねこう1対多数で喋ってるような情報発信者に対して、あれこの人自分のことを言ってるんじゃないかなって思う瞬間にその人情報発信者に対してすごくね信頼と魅力を感じる、そんなことが誰でもあると思うんですよ。で、私の場合もやっぱり速稼塾っていう、まあ、情報発信は毎日毎日いろんな角度でしてますけども、いろんな方が反応するのはその動画の内容がいつも違うから、あこれは自分向けだ、これは、うん、今回は違うかなみたいな感じでたまにね心に染みるものがあると思うんですよ。それこそ私の作る100本中100本が全部自分のことだっていうふうに受け止められる方ってのは相当なね久保哲郎マニアということで、それちょっとねなかなか頼もしいんじゃないかなと思うところがありますけども、ナミさんに対してもそういう視聴者さんもいらっしゃると思いますしね。でともすれば私たちは自分がね、役に立たないんじゃないかなと、こんな情報を発信しても誰にも届かないんじゃないかなっていうふうな思いにも駆られますけども、そんなことはなくて、再生数が1でもある限り必ず自分の情報発信というのは誰かの役に立っていると思います。まあグダグダと話しますけども、もう一回ねお話ししようと思うとまとめるとね、やっぱり一人で稼ぐ力は必須だと思いますし、そういう時代になってしまったと思うんですよ。で、ちょっと前のように1対多数の商品っていうのは価値を潜めてきてもう過当競争に入っちゃったんで、やってもやっても残業してもなかなか利益が受け取れないってものになってしまいました。本当にね多数決商売っていうのはものすごく価値を落としてしまったんですよね。だからこの商品はほとんどの方に当てはまらないけども、こういった方には当てはまりますよみたいなすごくマニアックなものをいろんなジャンルで作り続けることが大事になってくるんではないかなと思います。私はよくね4つのマトリックスでお話をします。どんな商品が受けるかってことでお話しするんですけども、恋愛をテーマにしたもの、お金をテーマにしたもの、仕事をテーマにしたもの、健康をテーマにしたもの、この4つのうちどれかでもしくは複数で人は悩んでいるから、例えば健康に対する情報発信をずっとしていれば健康のことがものすごく気になっている人はずっと見てくれる、その代わり他のテーマで気になっている人はこの発信には最もね引っかからなくなってくるっていう形にはなりますので、情報発信している以上ある意味ね
何かテーマを狙ってるとしたら、そのテーマ以外は捨てていかないといけないところありますよね。でもそうやって専門性を高めていったりするんではないかなと思います。そしてね、例えば恋愛をテーマにお話しするときにも、恋愛ってものにもいろんなジャンルがあります。初恋もあれば、浮気もあれば、二股もあれば、三股もあれば、それから懐かしいなんかね、思い出話もあればね、あとなんか、ね、ATM 婚っていうテーマも最近あったりしますしね。離婚後の暮らしとか、それからまあ親戚縁者に対するいわゆる近親的な恋愛っていうのもあるでしょう。そういった今ジャンルっていうのはこと細かくあるわけなんですよ。ですんで、その1対多数の恋愛っていうもわっとした悩みではなくて、じゃあ今日はですね、親戚縁者でもしも愛する関係ができてしまったら、どういうふうに考えていきましょうか、それに共感してくださる方とか、同じような思いで悩んでらっしゃる方いませんかみたいなので、ものすごくマニアックなんだけども、そういう集まった情報発信っていうのは数は少ないけども、ものすごく深い関係ができると思うんですよね。そういうふうに他の人には分かってもらえないような細かい悩みに対して答えていただける人っていうのが、これから尊重される情報発信者になるんではないかなと思います。要するに情報発信も1対多数よりも一人のために発信するものが求められていくのかなと思いますので、これからね、 YouTuber はもっともっと増えていってほしいなと思いますし、情報発信者はまだまだ全然足りません。まだまだね、守備範囲の及んでいない、誰かがそこで悩んでいる、困っている、苦しんでいる人がいるのに、そこに対して手を差し伸べている情報発信者がまだまだ足りない現状だと思います。まあ、ですんでね、これからも、ナミさんと私も同じ思いですけども、もっともっとね、いろんな情報が扱えるようにお互いになっていきたいですね。当面はね、みんなの銀行という誰でも稼げる案件をご利用することによって、今までね、1000円すら稼いだことがない方が、あ、1000円稼げるんだっていうふうな領域に行っていただきたい。そしてその次は1000円稼げた人が、じゃあ今度はね、1万円稼ぎに行こうかなと思ったら、みんなの銀行を、あ、9人にアカウント作ってもらえばいいんだ、アプリをダウンロードしてもらえばいいんだっていうところに来ます。じゃあどうやって9人にアカウントをダウンロードしてもらえばいいかっていうと、私が作った動画と同じようなものを毎日毎日発信していけば、それはいつかね、1人2人とアカウント作ってくれますんで、1万円に向かっていくでしょっていうことをね、私は自分の YouTube チャンネルを、お手本にしてですね、偉そうなこと言えば真似してほしいなと思うばかりでございます。ですんで、私の動画を見てみんなの銀行で売り上げが上がった人っていうのは、本当私はね、本当にそうやってほしいなと思う、そのままですから、みんなの銀行のアカウントが増えれば増えるほど、私は根元の情報発信者としてこの情報を知れてよかったな、そして知らせることができてよかったなというふうに思うばかりでございます。ということでね、お金稼いだことがない人はみんなの銀行から始めるといいですよ。そして A8 のセルフバックとかモッピーとかやりながら、もっともっと稼げる種類を増やしていって、しまいには人を稼がせるようにすればいいんじゃないかなという形で、毎日私は身をもってですね、こうやったら稼げなかった人が稼げますよと、稼げた人が稼ぎ続けることができますよと、稼ぎの幅をもっともっと広げることができますよっていうのをやってるつもりでございます。ナミさん、これからもね、お互い頑張っていきましょう。まだ稼いだことがない人に稼ぎのね、ルートをこう歩いていただくために、そしてそうなることによってきっとなんか自分にももっともっとできるんじゃないかなっていうふうに、なんか希望を持ってもらえるんじゃないかなと思うんですね。それでは本日は以上です。またメッセージください。